よいしょっと。はい、せっかく頼りに してくれてね、送っていただいたんでね、そこそこ成果を出さないといけないかなというプレッシャーですけどね、なんかだいぶいじっちゃいましたけど、ちょっと逆さまで申し訳ないって感じですけどね、まあ、とりあえずまだ途中なんですけど、でもこれでいっぱいかな、無変調で 0.8 ワットぐらいで押しましょう。それでプラスで5ワットぐらいかな、NASA だとね。大船だとやっぱりちょっと厳しいものがあると思いますけど、まあ、そういう場合はちょっと小蓋かなんかつけて NASA みたいなパワーでね押せるといいですけどね。でもだいぶ出るようになったんで、大船でもそこそこ出るんじゃないかな。はい、ちょっとやってみたいと思います。これでちょっとメモリがちっちゃいんで600から700ぐらい、ちょっと大雑把ですけどね、このくらいは出るようになりましたね。あーず、しょうがないですね、機械はねいろいろあるから、まあちょっと私なりにいろいろいじってみました。これ以上はちょっと莫大にお金がかかってしまうので、まあ、実力的にこんなもんなのかな。 12V ですからね、800、900は電気次第かな。でも電気もまあ今バッチリあるはずなんですけど、まあ、持ってきた時はねだいぶ悪かったんで、いいでしょう。これでちょっと一回返してみますかね。だいぶお金かけちゃったみたいなんで、よそで気の毒なんで、まあ、このぐらいしておきますかね。あんまりこのスーパーはねターボは使わない方がいいと思いますけどね、普通にあの CW のポジションで、でこのローハイはもうあんまり効かないと思ってください。この辺をだいぶいじったんで、結構クリティカルなんでね、ボンと立ち上がるところにもうセッティングしちゃってるんで、ローは使わないでハイの方にしといてもらって、無線機の押しでねちょっと調整してみてください。こんなもんで一応お返ししたいと思います。よいしょ。のノーマルですね。多分スーパー入れてもそんなに伸びないと思うんですけどね、ちょっと試しに。いくらか出てましたか、スーパー延長でね。もうなんかいっぱいいっぱいって感じですね、やっぱり 12V の辛いところでね。こんな感じで良しとしましょう。いかがですか、また連絡しますね。